第3試合ブルースターズ公式リーグ戦15分一本勝負、勝ち点中に勝つ期待、勝ち点中に渡辺桃レベルバーズスタッフ。選手勝ち点14点で両選手全日程終了となります。あずき、なんかちょっと待って、痛い。なんかトースパのなんか見たよ。なんかスパの期待しちゃってたみたいだけどお前ごときスパナーそんなもん使わねえよ。もうスパのキック対策だっけしてたんだっけ。出るとこなくなっちゃったね。でまた私に負けて、あいついつになったら完全復活すんだよ、おい私はその日がすげえ楽しみだよ。もう帰るわ、暑いって月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。シンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。プロレスリングスターダム広島初のビッグマッチ、女神たちの戦いが 11.3 広島サンプラザホールにて
チケット好評発売中。